どうも皆さんこんにちは。勝田被服オーダースーツ M2 プラントの勝田です。スーツ2分講座、本日は前裏仕様と背裏仕様の2つをご紹介していきます。ジャケットの裏側の仕様のため普段は着目されにくい部分ですが、今回はそちらに焦点を当ててお話ししていきたいと思います。まずは前裏仕様ですが、ジャケットをめくった見返しの仕様のことです。代表的な2つの前裏仕様をご紹介していきます。レギュラー仕様、表地と裏地の境目がストレートで仕立てられているため軽く着用することができます。内ポケットは全部で4つついています。左右に1つずつ、上前にはペンポケットとタバコポケットもついています。本台場仕様、レギュラー仕様と違い手の込んだ仕様になります。ジャケットの裏側まで表地を使う仕立てで型崩れしにくく、上前には名刺ポケットもつきます。台場部分にもフラワーパイピングを施しているので、見た目にも高級感を味わえる仕様となっています。その他にも切り台場やパイピング仕立て、広見返しなどたくさんの前裏仕様がございますので、もしご興味がある方は店舗スタッフまでお尋ねくださいませ。次は背裏仕様をご説明させていただきます。一般的に春夏物スーツが背抜き、秋冬物スーツが総裏となりますが、オーダーですので、シーズンに関係なくお好みで背抜き総裏を選んでいただけます。はい、それでは背抜き、背中の部分の裏地がない仕様で通気性がよく、ジャケットの軽量化にもなります。はい、総裏、背中全面に裏地を貼り付けますので風通しもある程度遮断されます。最近ではクールビズの影響もあり、秋冬物を合い物のように使いたいということで背抜きにされる方も多くなっています。お好みや着用するシチュエーションで使い分けてオーダーいただけたらと思います。それではご視聴ありがとうございました。